こんにちは、橋本彩子です。アフィリエイトとライターの仕事、どっちをやろうか迷ってます。どっちがいいですかってご質問いただいたんですけれども、この方は普段は会社員をやってるそうで、会社終わって仕事から帰ってくると寝るまでに3時間ぐらいの時間しかないです。土曜日も休日出勤があったりするそうなんですけれども、その状態でも月収10万円以上の収入の柱を作っていきたいですといったご相談をいただきました。これに関しては、会社をいつか辞めるのか、ずっと続ける前提なのかによってもちょっと変わってくるんですけれども、会社を続ける前提でお伝えすると、会社をずっと続けるのであれば、アフィリエイトの方に注力されるのがいいのかなと思います。アフィリエイトって、そのアフィリエイトの手法にもよるんですけれども、記事数を増やしていってコンテンツを積み上げていくことで収入を増やすチャンスが増えていくっていうものなので、最初は数ヶ月とかゼロの状態が続くかと思うんですけれども、でもそれでも空いてる時間でコツコツ記事を書いていくと、ちょっとずつ結果が出てくるものにはなってくるかなと思います。ただ Google の SEO アフィリエイトだけだと、ジャンルにもよるんですけれども、その Google のアルゴリズム、 Google のその検索順位を決めるルールがあるんですけれども、それが変わることで、今まで特定のキーワードで検索して上位だったものが下がってしまって圏外になったら、今まで入ってきた収入が入ってこなくなっちゃうといったリスクもありますので、そういったことも踏まえた上で、ある日突然入ってきた収入がゼロになる可能性もゼロではないよっていうことも頭に入れておいてください。いつか会社を辞めようと思っている方の場合なんですけれども、この場合はプロライターの仕事もやっておくといいかなと思います。先ほどアフィリエイトの話をしたんですけれども、アフィリエイトって SEO アフィリエイトだと Google のアルゴリズムの変更で今まで入ってきた収入がある日突然ゼロになっちゃうリスクもあるんですけれども、プロライターも仕事に波はあるんですけれども、自分のスキルで勝負っていうことになってくるので、お客さんと信頼関係が作れれば、定期的に発注をしていただいたりすることもありますし、特定分野の専門知識を身につければその業界のお仕事で安定して食べていくことができますので、場合によってはアフィリエイトよりも収入は安定しやすいと思います。ただプロライターとして仕事する上では、企業さんと打ち合わせをしたり取材をしたりすることがあるんですけれども、企業さんも普通の企業と同じタイムスケジュールで動いているので、土日休みだったりとか夜は担当者さんがいなかったりするので、企業さんの都合で動けるようにしておいた方が対応もしやすくなって仕事も安定しやすくなるんじゃないかなと思います。私の感覚なんですけれども、プロライターの方が早くから大きな収入になりやすいのかなと思います。もちろんそのご縁次第ではあるんですけれども、高単価のお仕事をいただけるお客さんとのご縁を早く作るためにも行動していくことが必要かなと思います。ちょっとここでメリットをまとめていこうと思うんですけれども、会社員を続ける前提で副業でアフィリエイトを行う場合のメリットは、締め切りとかに追われずに空いた時間で好きな時にお仕事ができる。デメリットは、最初はなかなか収入にはならないっていうことと、プロライターと比べたらもう膨大な作業が必要になります。膨大な作業をしてもなかなかお金にはならないので、これをやってて意味があるのかなと思ってしまうような期間も数ヶ月過ごすことになるかもしれません。会社員の方が副業でプロライターになるメリットなんですけれども、副業でもクラウドソーシングの仕事をしたりとか、土日だけ仕事するっていう道もあります。メリットは、定期の仕事を受注できれば、単価が高ければ月収10万円以上とかでも収入は安定しやすくなる。デメリットは、取材とか打ち合わせを伴う単価の高い仕事がなかなか会社員の方だと受注しづらい。普段が会社の時間に拘束されているので、取材この日に来てくださいと言ってもパッと行けなかったりするんですよね。そういったデメリットがあるかなと思います。ってことと、自分の書いた原稿の著作権が自分のものにならない。アフィリエイトとして自分のメディアに記事を書いていくのであれば、自分の原稿は自分のものとして使えるんですけれども、ライターの場合、お客さんのメディアに原稿を掲載していくことになるので、そうなると自分の書いた原稿なのにお客さんのものになっちゃうので、自分の媒体では使えないんですよね。そういった意味では、せっかく書いたのになんか自分のものにならないっていう、それを売って報酬をいただいてるんですけれども、そういったデメリットがあるかなと思います。独立してアフィリエイトを行うメリットなんですけれども、時間がたっぷりあるので、会社員で副業でされてる方よりも早くに記事数などを増やしていける。資金に余裕がある方は外注ライターさんにも依頼をしてプロジェクトとして回していくことができる。時間に余裕があるということですね。独立してアフィリエイトを行うデメリットなんですけれども、最初の資金がない場合は、やっぱりアルバイトなどをして生活費を得ながらアフィリエイト作業を行っていく必要があります。独立してプロライターになるメリットなんですけれども、時間に余裕があるので、
取材やインタビューなどの仕事を受けやすい。場合によっては有名人とか著名人や大企業経営者とも直接お会いしてインタビューする機会もあります。独立してプロライターになるデメリットなんですけれども、定期でいただけるお仕事があれば収入は安定するんですけれども、それがなかったり単発が多かったりすると収入はどうしても不安定になってしまいがちです。仕事が軌道に乗るまでは自分で企業さんに出向いたり、人が集まる場に行って営業をしていく必要があります。以上がアフィリエイトとプロライターの違いとメリットデメリットですので、在宅で何かの収入の柱を増やしていきたいという方はぜひ参考にしてみてください。もし私にご質問がある方は YouTube のコメントからいただくか、詳細欄に LINE アットのリンクを貼っておきますので LINE からご質問いただければと思います。このチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。